こんにちは。今回はワークマンで夏山登山に使えそうなユニークなインナーを買ってきましたので紹介します。夏山の登山では大量に汗をかきます。そんな時に重要なのは汗を素早く吸って素早く乾かす吸汗速乾性、汗びえから体を守る適度な保温性、そして汗の匂いを抑えてくれる抗菌防臭性、そんな夏山登山で必要な機能が期待できるインナー、それがこちらのペーパードライメリノ半袖ラウンドネックです。お値段は1500円でワークマンのインナーとしては少しお高めです。このペーパードライメリノ半袖ラウンドネックには他のインナーにはないユニークな特徴があります。それは素材に秘密があって、なんと和紙とメリノールが組み合わされています。正確な比率としては和紙が 35%、 ウールが 15%、 そしてその他はポリエステルが 50% となっています。まず素材に和紙を使っているというところが個人的に驚きだったんですが、ちょっと調べてみると意外と使われてるみたいです。特に靴下を作るメーカーに多いようで、和紙の優れた吸湿性、防臭性から靴下の素材として使われているようです。そしてメリノウールですが、ウールの中でも良質とされるメリノ種の羊から取れる天然素材です。メリノウールはご存知の方も多いと思いますが、登山ととても相性がいい素材です。吸湿性、保温性、超音性に優れ、さらに抗菌防臭効果もあり、オールシーズン着たい素材です。そんなメリノウールと和紙を組み合わせることで、それぞれのいいところをギュッと集めたようなインナーとなっています。さらにそこに速乾性、耐久性のあるポリエステルを 50% を組み合わせていますので、大量に汗をかく夏場に最適な一枚となっています。こういった機能面から夏の登山でも使えるんじゃないかと思って今回購入してみました。後ほどフィールドテストとして実際に登山で使ってみた様子をご紹介します。はい、それでは次は肌触りをお伝えします。これがかなり特徴的で、ツルツルサラサラというよりはザラザラという表現が一番ぴったりとします。これはおそらく和紙のゴワゴワとした特徴から来ているんだと思います。そこにメリノールやポリエステルを織り交ぜることで、ゴワゴワからもう少しソフトなザラザラという肌触りになったんだと思います。もしかしたら肌が弱い方には肌トラブルの原因になるかもしれませんので、購入する前には一度手に取って触ってみることをお勧めします。生地の厚みはやはりインナーですので、透けるぐらいの薄さで通気性が良さそうです。そして表面には細かい凸凹があり、これが汗をかいた時に肌離れの良さを実現してくれそうです。カラーとサイズ展開についてはこちらの通りです。カラーは黒とベージュの2色、サイズは M、L、LL の3サイズ展開となっています。身長170センチ、体重63キロの私は L サイズを購入しました。お尻のあたりまで長さがありますので、しゃがんだ時に背中が出なくて良さそうです。はい、それでは吸汗速乾性のところを水を垂らして確認していきたいと思います。適当に水をバシャバシャとかけていきます。ちなみにこの日の天気は晴れ、気温は20度、風が少しありました。風の影響で揺れてしまい画面が若干見づらいですがご了承ください。夏山登山で大汗をかいた時を想定してバンバン水をかけていきます。はい、水をかけ終えました。吸汗ということなんですがどうでしょうか。おおむね素早く水を吸ってくれていますが、少し水が表面に残っているところがあります。ですので吸汗性を謳うインナーの中では少し時間がかかる印象です。はい、それでは次は速乾性を見ていきます。このびしょびしょに濡れた状態からどれくらいで乾くかを検証していきます。10分後、20分後、30分後、まだはっきりと濡れています。40分後、50分後、60分後、だいぶ乾いてきました。70分後、見た目はもう乾いています。80分後、触ると微妙に湿り気を感じる程度。90分後、ほとんど乾いています。そして100分後、完璧に乾いています。それでは最後に重さを実際に測ってみたいと思います。比較するためにその他2つの T シャツの重さも測ってみます。向かって右側、黒色の T シャツは TS デザインの TS ドライです。そして左側、白色の T シャツはモンベルのウィックロンです。それでは TS デザインの TS ドライから実測していきます。こちらは普段ドライレイヤーとして重宝している網やみの T シャツです。 T シャツにしては厚みがあるややずっしりとした作りですが、実際に何グラムでしょうか。はい、172グラムです。続いてモンベルのウィックロンです。これは大人気商品なので持ってる方も多いんじゃないでしょうか。登山だけじゃなくて普段着としても使えます。私は登山の後の着替えとして使っていることが多いです。さあ何グラムでしょうか。133グラムです。
最後にワークマンのペーパードライメリノです。特に軽量を謳っている商品ではありませんが、和紙が入っているということで実際に何グラムなのかは気になります。はい、116グラムでした。今回計測した3つの中では一番軽量です。これだけ軽量であれば着替え用としてバックパックの中に1枚入れておくのもありなんじゃないでしょうか。はい、それではここからは実際に登山で使ってみたフィールドテストの様子です。着ているのはペーパードライメリノ、そしてその上に長袖の山シャツ、この2枚です。登った山は標高600メートル前後の低山、歩いた距離はトータルで 11.4 キロ、時間は約4時間かかりました。この日の天気は晴れで風はほとんどありませんでした。気温は20度でした。それでは登山開始から2時間経過して汗を大量にかいた場面からお伝えします。はい、今ね、登山からだいたい2時間経ったところです。林道を歩いてますね。で、汗の具合なんですけど、このね、上に着ているシャツのね、汗を見ていただければわかると思いますけど、かなりね、たっぷり汗はかきました。で、中のね、このペーパードライメリノなんですが、まあさすがに、まあほぼびしょびしょに近いですね。汗をしっかりと吸ってくれています。ただね、やっぱり、肌離れっていうのはいいですね。どれだけ汗がベタベタになっても、肌に、ね、くっついて、こう不快と、肌にくっついて不快になるという感じはないですね。はい、まあ濡れて、少しひんやりする感じはありますけど、全然ね、不快な感じはありません。まあ風もないんでそんなにね汗冷えしないんですけど、風が吹いたらねさすがに汗冷えはすると思います。ただやっぱりメリノウールが少し入っているので、そんなにね、冷えるっていう感覚はないですね。今ね若干そよ風が出てきたんですけど、まあそんなにね、汗冷え、冷たいっていうのはね、ないですね。冷えるは冷えるんですけど、こう、体にね、接してる面が少ないのかなっていうのもあって、こうやってね、押し付けると冷たいって感じるんですけど、何もね、しなければ、肌とこのインナーのね、間に若干隙間があるというか、肌に接してる面が少ないせいか、冷たいという感覚はないですね。はい、もうすぐね、下山というところですね。登山開始から4時間ぐらい経ちました。やっぱりね、汗はね、すごく吸収してくれるんですけど、肌と接地してる面が少ないせいか、あんまりね、肌と触れて冷たいっていう感じはやっぱりないですね。こう少しね、布を当てるような感じで手で押すと、冷たいって感じるんですけど、そうしない限り普通にね着て歩いてる分は全然、汗冷え、冷たいって感覚はないですね、やっぱり。はい、いかがでしたでしょうか。今回はワークマンのペーパードライメリノ半袖ラウンドネックをご紹介しました。アルプスなど高山でどうなるかは今後検証してみますが、夏場の低山ハイクであれば使えそうなインナーです。あと普段着のインナーとしても使えそうなので、汗を多くかくこれからの季節重宝しそうな一枚です。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。